はい、どうもヒーローゆきです。ストリストリーナです。今日は北海道キャンピングカーショーに来ました。はい、キャンピングショー&アウトドアショーということで、いろんなね車が見れるということなので楽しみにしてます。噛んだ楽しみにしてます。アクセス札幌です。はい、ミリミリランド、では会場入ってみましょう。はい、会場がこちらの大きな会場ですね。いいですね。まずマップ、あ、はい、ゆるキャンの映画の宣伝もね。ゆるキャンすごいですよね。7月の1日からです。はい、今入ってきたところがエントランス入り口ですね。ナッツさんがあって、ダイレクトカーズさんがあって、ドリーム AT さんとかアルピジオさんがいます。まずナッツ RV さん、ドドドドで、こっちにはダイレクトカーズさんがあって、中はこんな感じです。はい、ではこちらナッツ RV さんのブースから見ていきましょう。はい、はい、ボーダーバンクス、まあ、一番大きいの見ましょうか。大きいやつを行ってみましょう。ボーダーバンクスフルコンバージョンです。はい、1000万超えの高級なフルコン。そうですね、ちょっと回収しますけど、はい、500万円超えてます。もうね、これだけの豪華な装備がゾロッと入ってるのでいいです。ラゲッジルームもね、広々としてます。はい、後ろのなんかテールライトとかもかっこいいですね。キュイーンって上がってる感じが。で、2箇所から、あ、違う、3箇所からですね、アクセスできるようになっています。で、この上がベッドスペースになってる形ですね。ベッドスプリングで、はい、すごい大きな窓。ここからね、食事しながらいい景色を眺められるということで、運転席、助手席も広々してます。広々ですね。しかもこれレカロシートに変更されてるので、前のここデザインもかっこいいよね。そうですね、あとこのナッツさんのロゴがすごいかわいいです。はい、プティ、はい、キッチンも広々。ボーダーバンクスハイパーエボリューションのタイプ T、 7人乗車の5人就寝です。はい、トヨタコースタービッグバーン、ハイルーフ標準ボディです。1577万円です。はい、こんにちは。こんにちは、中入ってみましょう。はい、もうこのエントランスからしていいですよね、雰囲気が。ライトもついてます。で、入っていくと広い、めちゃめちゃ明るいです。すごい。じゃあ前から見ていきます。スペースも広いんですが、はい、やっぱりリビングスペースかなと思ってこっちに来ちゃいました、はい、もうね、この広いリビングスペースで今ね、立ってて大丈夫なぐらい、うん、ここにね、今ベッドが出てきてます。バンクベッドを、そう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 、165センチだとギリギリ、ちょっと頭ぶつかるけどギリギリ立てますね、はい、で、ここのベッドもすごい大きいんですよ。両サイドに窓があります。はい、明るいです。そしてここの、ね、ウォークスルー、このバンクベッドが出ててもウォークスルーがすごいしやすいです、さっと、はい、で、ここはね、大きなテーブルがあってくつろげるのと、そしてこちらが大好きなキッチンですね、はい、キッチンスペース、テレビもありますし、これ上に上げて調理するときには、上げてこうくるっとしまうことができます、うん、で、二口コンロと大きな冷蔵庫、そして冷凍庫もね、しっかりスペースとして取られています。で、こちらが電子レンジで、収納がいっぱいありますね。引き出し収納、はい、引き出し収納ですね。こんな感じでカチッと、で、大きなシンク、はい、収納いっぱいありますね。いっぱいありますね。あ、こっちの方が深いですね。物がいっぱい入ります。はい、で、この下も収納に全部なってます。はい、はい、で、これが収納が続いていて、で、ちゃんとスペースがあって使えるのと、ここがよいしょ、はい、こんな形で、バンパー付きですね。
はい、ダンパー付きのものが2つ、蓋もついてるのでね、すごくいろんなものを入れられそうです。よいしょ。で反対側振り返ってみますと、はい、さっき外から見た、はい、大きな窓の上に収納が2つついています。ここもねダンパーついていて、さっとこう開いてくれてしっかり止まってくれます。で真ん中がちゃんとねこう仕切られててセパレートになってるタイプです。でこちらねなんとについてるカーテンなんですけど、2つ種類が白とこちらの茶色ついてるので、明かりだけ取り入れることもできますし、しっかり遮光することもできるようになっています。はい、じゃあマルチルーム開けます。はい。あーすごい広い。トイレがあって下がねシャワー浴びられるようになって、こんな風に上にシャワーヘッドもあって、こちらが物入れになっている鏡ですね。で反対側にもなんと鏡がついていてゴージャスです。で窓もついていて明るいです。はい、でこっちからちょっと行こうか。はい、じゃあこちら、はい、はい、開けます。クローゼット、ね、今ねちょうど荷物がこんな感じで入ってますが、はい、これ多分あのマットが2つ入っているので、ベッドマットをね真ん中に入れてあげることによって、こうみんなが3人フルフラットで寝れるようになっています。あ、これすごい、閉まると自動的に明かりが消える、かっこいい。はい、ここが、はい、開けました。ここがね収納になっています。はい、そして、はい、でベッドルームね、これ左右それぞれあって、もうゆったりそれぞれが寝れるスペースです。うん、で上の収納も豊富だし、そうですね、エアコン、家庭用エアコン、はい、そして鏡、ライティングもすごく素敵です。で真ん中のとこ収納ありません？ゆうきさんの足元ここね、うんうん、そこにも収納があってすごい素敵、はい、上のライティングもすごい、こんな感じでね、うんうんうん、コンセントもあるしバッチリですね。広々してます。あと間接照明もすごいいい感じです。ちょっと待って、今ここに当たっちゃったので、広々してますからもう一回お願いします。すごい広々してて、間接照明もすごいいい感じだし、窓も広いんで起きた時いい景色が見れそうですね。はい、窓はね2箇所左右についています。この階段の照明もいいよね。ゴージャスです。高級です。ボーダーバンクスでした。今ボーダーバンクス見てきて、次一気に休憩。はい、一番大きいのから一番サイズちっちゃいのに行きます。即納と書いてあります。即納ですね、休憩です。ポップアップルーフ搭載なので4人就寝が可能なスピナです。エブリーの休憩、スタンダードな形なんですがすごいかっこいいです。外部充電もここから取れるようになっていて、はい、今ちょうどね椅子の部分がフラットになっているようです。向こうもねちゃんと背もたれがついて、足を下ろせるのがいいですね。そうそうそう、ね、ゆったりできるようになっていて、ちゃんとこちらにはねシンクもついていて、はい、サイドにしっかり収納がついています。あとこのライトがね可愛いですよね。で外からアクセスできる場所にこんな感じで縦のねウォータータンクが積んであって、この蛇口を伸ばしてで持ってきてあげるとここの外でも使えるようになります。で嬉しいですね。でここを入ってあげてあげるとこんな感じで背もたれに、はい、なって、こっちの人も背もたれとして使えるようになります。でまたこれをよいしょ下ろしてあげるとベッド仕様にすることができます。はい、ちゃんとね綺麗なカーテンがついていて、あそこら辺もね外下フックがついてて嬉しいですね。でここから出入りするような形ですね。ちょっとお値段を、はい、あ、くっついちゃってますね。スピナーで、スピナーのポップアップルーフです。乗車定員が4名で、就寝定員が3名です。こちらベースがスズキエブリージョインターボになっております。4駆です。値段318万円です。うん、
こうやって前から見ると結構ポップアップするとね大きく見えますね、はあ、あそこに寝られるのですごいゆったり寝られそうです。じゃあ続きましてキャブコン行きましょう、はい、キャブコンですね。クレアですね。こちらから行きましょうか、うん、はい、クレアです。もうクレアかっこいいですよね。フェイスもねすごい変わってて、デザインがおしゃれですね。クレアはかっこよくなってます。ベース車両はトヨタのカムロードです。そう、カムロードですね。でここから外部充電取り入れられるようになっていて、大きな窓、そしてマルチルームも外からのアクセスが可能になっています。で3面から、開口部がある。で広いね、ベッドの下の、はい、ラゲッジルームです。でこっち側、こっち側にウォータータンクが来るような設計になっているので、はい、取り出しがねすごいしやすくなってるんじゃないかなと思います。おい、1000万超え、すごい。クレア 5.3X ハイパーエボリューション、6人乗車の6人就寝です。4駆ディーゼルターボ1162万2000円。ちょっと見てみましょう。はい。はい、お邪魔します。入ってすぐのとこが、はい、下駄箱。そうですね。下駄箱です。下駄箱になってます。で、その下がこんな感じで収納としても使えるようになってます。ここまで下駄箱として使っても OK だと思います。で、こちら側にはテレビつけられるような形になってます。じゃあ後ろから見ましょうか。はい、じゃあ後ろからということで、ダブルベッドバージョンなので、ここがね横並びのダブルベッドになっています。で奥にはね白熊くん家庭用エアコンがしっかり搭載されていて、サイドが収納のスペースになってます。であとこちら側と後ろ側に窓がついていて、明るくね寝られるように、明るく、じゃあ朝起きた時に明るく過ごせるようになっています。でここが、はい、キッチンスペース、二口コンロとシンク、大きいのがついていて、ここに赤と青がついているので多分選べるようになってますね。お湯と水です。でこちらが大きな冷蔵庫、はい、はい、そして引き出し、あ、大きいですね。でこのスムースな感じがとってもいいです。でこの下がまたとってもね綺麗なので雰囲気を良くしてくれてます。スライド式の収納、はい、縦型の収納ですね、引き出し式で。こちらは2段になっていて、下がねカセットコンロとかを入れるような場所になっています。ここでねガスを充填することができます。でこの床部分がねしっかりね木目調になっていて、ボコボコしていてかっこいいんですけど、さっとこう拭いて汚れを落とせるような形になっています。で上に行きますと、はい、ここ3つ扉がついていて、上と下がねこう分かれているようなタイプのもので、この中はね続いているので、結構ねいろんなものをしっかり収納することができるようになっています。でまた上にもねちゃんとライトがこうやって間接照明入っているので、すごい明るいです。でこの上だけじゃなくて、ここにもねライトが2つついているので、ここの作業台もねすごく広く使えるのと、作業台足りないなっていう時にはこの上げ式ですね、はい、拡張して使えるようになっています。これもまた嬉しいですね。でこちら上には電子レンジで、さらに、よいしょ、はい、こちらマルチルーム、明るいですね。窓もついていて外からのアクセスも可能で、下はね水がついても大丈夫な形になっているので、トイレにしてもいいかなと思います。はい、はい、では前側ですね、リビングダイニングなんですけども、テーブルも広くて広々してます。で1,2,3,4,5,6人ぐらいで囲めますね、うんうんうん、であと上上部収納と小物入れみたいなのと、でバンクベッドも広いです。引き出すタイプですね、ググッと。で高さがありますね、はい、そうですね、オーダーバンクスよりもこっちの方が広いです。バンクベッド、バンクベッド背高いですね。であと上に、はい、ここ
ここにねファンもついてるのでしっかりね空気の入れ替えもしてくれます。ウォークスルーも楽々できるようになってます。はい、クレアでした。はい、こちらクレソンジャーニーキャブコンを拝見していきたいと思います。こちらのクレソンジャーニーも母体の車両はトヨタのカメロードダブルタイヤになっています。はい、しっかりね大きなバンクベッドでやっぱり運転もしやすいです。でこちらが外部充電で大きな窓っていうところがねいいですね。でこちら、2段ベッドになっててこの下がねラゲッジルーム、ここも空いているのでここも収納部分になっています。ね、いいですね。で窓がしっかり1個ずつについている形ですね。でラゲッジルームこちらからもアクセスできるのと車内からのアクセスも可能になっています。でキッチンのところにも窓がついてますね。あと出入り口のところすごい明るくていいですね。はい、こちら拝見してみましょう。クレソンジャーニーのエボライトタイプ W です。で乗車定員が7名で就寝定員が6名です。トヨタのカムロードが母体の車両でディーゼルで走ります。お値段930万円です。はい、ではクレソンジャーニーの中拝見させていただきます。お邪魔します。この入っていくときにちょっとねこう手をつかめるところがあるっていうのがすごい嬉しいです。でこちら、はい、入ってすぐのところ開けますとこんな感じで靴を収納できるようになっています。靴の下も開けられるようになっていて収納部分です。中こんな感じです。あーすごい。でゆきさんが入ってきたところの上にですね、はい、クーラーが入ってます。家庭用エアコンが、ね、しっかり入ってるのもすっごい嬉しいです。でこちらタイプ W ということなのでここがね、2段ベッドになっているタイプです。でもね結構しっかり幅があって、肩の方が頭の方が広くなっていて足の方がちょっとこう狭くなっているような形になっています。でちゃんとねカーテンもついた窓が2つあってとてもねグッドな感じです。いいですか。はい、じゃあこちら開けてみますね。マルチルーム、はい、外からもねアクセスできるマルチルームになっていて中明るいです。そしてこちら側がキッチンになります。キッチンこちら、はい、これぐらいね広く大きいキッチンでしっかり冷凍庫もついています。なんかねこうやって引き出して使うタイプの、はい、冷凍室があります。大きなキッチンでって言ったけど大きな冷蔵庫でって、あ、そうですね、間違えちゃった。はい、でここがなんか前だったらウォータータンクここに入ってることが多かったんですけど今後ろにあるのでここがねすごいすっきりしててたくさん収納ができてめちゃくちゃ便利だなと思って個人的にはすごい嬉しいです。でこちらのシンクもねしっかり大きめのものでしかもちょっと色が可愛いなと思います。でしっかりライトがついてるので明るく作業ができるのとここもね3段こんな感じで飾ったらすごい素敵ですね。調味料とかも入れたい。で上にこんな大きな収納が1個ポンってついていてこれもねしっかりカチッて止まってくれるので出し入れがしやすいです。あとねちょっとこう反ってる形なのでここに対する圧迫感がすごく少ないのがグッドポイントです。で電子レンジ家庭用電子レンジとこちらにも1個ありますね。はい、こんな感じで収納意外とねしっかりできるようになっています。でその下は座れるようになっていてで反対側にもこちら座れるところがあります。はい、はい、で前側のリビングダイニングこんな感じです、うん、でここもですね広々してて 1,2,3,4,5,6 やっぱり6人でテーブル囲んで食事ができます。楽しそう。あと窓も広いですし、うんうん、こっち側の収納も反り返ってるので空間に圧迫感を与えないようになってます。はい、そして前がバンクベッド、これも引き出しタイプですね。おお、いいですね、いいですね。はい、でしっかり高い、上も高いから開放感あって、うん、であと両サイドに窓があるから明るいです。はい、で上に、はい、どうぞどうぞ。はい、上にねちょうどこちらベンチレーターついてるので空気の入れ替えもしっかりしてくれます。はい、であとウォークスレーもできるようになってます。うん、クレソンボヤジでした。バンコンゾーンですね。はい、こちらハイエースベースのバンコンが2つあります。ディークとこちらが何だろう、あ、ラディッシュですね。じゃあリックの方から拝見していきましょう。はい、こちらハイエースのスーパーロックがベースになっている大きなものですね。さらにここにね出っ張っていることによって
しっかり中が広く取られています。で窓も、ね、2箇所ついていますし、乗る、積む、寝るを、ね、確立しているリークです。で後ろから見るとシックでかっこいいですね。白と黒のコントラストがすごいかっこいい。でベッドが横に寝れるようにこう出っ張ってる部分、ね、あるので横にしっかり寝れるようになっています。でこの上を、ね、外してあげるとこのハイエースの積み荷を、ね、たくさん乗せられるという良さも残しながらもしっかりとしたラゲッジスペース確保せます。でここに多分大人2人は余裕で寝れて子どもさんとかも一緒に寝れるんじゃないかなと思います。でここも、ね、収納ができてサイドも、はい、こんな感じで収納部分がダダダダダッと並んでます。いいですね。バンコンだと収納スペース少ないかなと思うんですけど、右のサイドもねしっかりあるの で、 結構詰めそうです。かなり詰め、この詰むがねしっかり詰むになっていると思います。かっこいい。で今白と黒のレイアウトになってるんですけど、これもね色とか質感選べたりするようになっています。こちら拝見してみましょう、はい、リークの2です。乗車定員が8名で就寝定員が4名、もしくは乗車定員7名で就寝定員4名のタイプになっております。ベースの車両が取れたハイエーススーパーロングデラックスは、キャンパー特装車です。ガソリンで走り、ガソリンとディーゼル選べるようになっていてお値段が574万円です。はい、前から見るとこんな感じになってます。リークかっこいいですよね。でここにロゴがねリークって入ってます。はい、では続きましてラディッシュ。ラディッシュ2段ベッドとフルフラットって書いてありますね。ラディッシュもファミリー向けに考えられている車でたくさん移動できてそして寝れるというところが魅力です。3列シートまでしっかりあります。はい、はい、こちらラディッシュです。乗車定員が7名で就寝定員が4名プラス1名です。ベースの車両がトヨタハイエーススーパーロングデラックスもしくはキャンパー特装車です。ガソリンディーゼルが選べてお値段が556万円です。はい、で中がこんな感じです。はい、もうここ2列目セカンドシートがですね今後ろ向きになってリビング展開になっていますが乗車して前に走るときは前向きシートに変えることができるハスプシートです。でしっかり、ね、テーブルもあってで奥側にシンクとそしてこちら冷蔵庫がね縦型のが入っている模様です。はい、いいですね。あとねこの2段ベッド嬉しいですよね。はい、2段ベッドです。後ろからも後ろからも行ってみましょう。そういえばリクってそうなってました。ここもねしっかり荷物が入れられるのが嬉しいですよね。でもう椅子リビング状態にしたままでもここねちょっと子供さんとか寝られるような感じなんですがそこ全部倒してあげるともうフルフラットでバーンとここ広くなりますのでかなりみんなで一緒に寝られます。はい、続きましてファミモ。あ、ファミモタイプ A と C があります。はい、タイプ A ですね。こっちが C でこっちがタイプ A、 こっちがタイプ A で C もあります。ファミモこれもねファミリー向けの車ですね。ファミモタイプ A です。こちら乗車定員が8名になっております。トヨタのハイエース、ロングワイドミドルルーフがベースの車両になっていましてお値段524万円です。今ちょうどセカンドシートちょっとペコって倒れている状態なんですがこうやってね前向き乗車できるの嬉しいですよね。でなんと8人で移動できるっていうのも嬉しいですね。内装はシンプルですね。はい、とてもシンプルです。しっかりね明かりは取られてて明るい状態なんですけれどもこんな感じでねこう横に あってこの後ろの背もたれをこの間によいしょこんな感じで入れてあげることによってベッド展開をどんどんしていくような形でここはねフラットになってみんなで寝れますよっていう風になります。これもいいですね、簡単で長物もねあそこまでですがしっかり入れられるところが嬉しいです。あとこれの場合はちょっとこんな感じで収納もねできるようになっています。はい、はい、タイプ C も見てみましょうか。はい、見てみましょう。
こっちは2人旅。そうですね、街乗りと2人旅ができますよということですね。はい、タイプ C はあのセカンドシートがないタイプで、もうここがズドンと横が2つっていう感じですね、うん、でやっぱり背もたれこうやって置いていってあげることでベッド展開できるので、本当2人旅に最適です。タイプ、ファミマのタイプ C です。乗車定員はやはり8名で、トヨタのハイエースワイドロングワイドミドルルーフが母体の車両です。お値段は115万円です。の方が若干安いですね、タイプ C の方は。はい、で入ってすぐのところに、あ、冷蔵庫オプションなんですね。キッチンスペースになるところがあります。はい、でここに下駄箱として使ってもいいですし、こうやってテレビ台としても使えるみたいですね。セカンドシートないからここはすごい開放感ありますね。すごい、はい、すっきりしたタイプになってます。はい、ファミマもタイプ C でした。いいよ。